ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。始まったか。ええ。不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に斬られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に斬られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。維新の英雄坂本龍馬の暗殺よりわずか数年前、この国は徳川幕府による絶対的な支配が300年にわたって続いていた。だが静寂は突如現れた異国の黒船によって打ち破られる。強大な文明力を持った異国に対し幕府は抗う術を持たなかったのである。その支配者の衰えを時の侍たちが黙って見逃すはずがなかった。無力な支配者に従う理由はない。日本は再び群雄割拠の乱世に飲み込まれようとしていた。まったくじゃ。いやー、絶景じゃの。深夜。
来ない時に何ちゅうことぜよ。する気ぜよ。待て女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐランポイのところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しください。そら大変な話ぜよ。なあ。おお、大変じゃ。腹の腑の病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。何、長子様は偉いのですか。何、私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪子のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には